こんにちは、猫谷です。今日は人気の観葉植物サンスベリア、サンスベリアのご紹介と、4ヶ月くらい前にですね、葉っぱを切って葉差しみたいにしてたのに、ちょっと新しく新芽が出てきた葉差し成功みたいなので、その様子をお見せしたいと思います。はい、でまずサンスベリアですね、4年くらい育てるかな。でとっても丈夫で乾燥に強い、1ヶ月ぐらいお水あげなくても全然大丈夫。そして耐陰性があって、あまりお日様を必要としない、もちろんね、お日様に、カーテン越し、レースのカーテン越しぐらいの光に当てると一番適切だと思うんですけど、ちょっと暗い場所、玄関とかのね、光があんまり入らないところに置いてても、元気に育ってくれる。そしてなんかいろいろ風水的にもなんかとてもいいらしいです。最近ねちょっと調べて、私が前から知ってたのはなんか魔除けになる、とかいうことでなんかなんとなく買ったんですけど、他にはですね、最近知ったのはなんかマイナスイオンを出してくれるとか、そしてなんか NASA が発表してるらしいんですけど、ホルムアルデヒド、有害物質を除去してくれるとかいうのをですね、なんか NASA が発表したらしいですね。そんなこともあってなんかとても人気らしいです。でもとっても昔からあるポピュラーな観葉植物、どこのお家にも、1個はねあるんじゃないかなと思います。もしかしてね、ご実家とかに行かれるとあるかもしれないので、この葉っぱ1枚からねちょっと増やせるっぽいので、葉っぱ1枚ちょっともらってきたりして増やしてみるといいかなと思います。はい、では葉差しの方法ですね。まず、どんな感じかっていうのをお見せしようと思うんですけど、4ヶ月ぐらい前、3月の終わりぐらいかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、私もあんまりねこう積極的に増やすつもりはなかったんですけど、なんかねヘルパーさんが教えてくださって、この葉っぱを1枚こう根元から切り取って、それを3等分っていうか3つぐらいに切り分けて、上下を間違えないようにこういうなんかね水にこういうちょっと水を張ってこれにつけときました。でそして特にね根っこが まず出てきたんですけど、そんな変化なくて、ヘルパーさんもね来るたんびにどうですかって、1ヶ月に1回ぐらい来られる方なんですけど、で言ってたらですね、最近ちょっと気がついたんですけど、じゃじゃん、ここですね、ちょっと映ってるかな、これ、これだよね、これ芽が出てきてるんじゃないでしょうか。根っこはねだいぶ前に出てきてたんですけど、ここなんか新しくこう株がね出てきてる気がしますというか出てきてますね。だからもうちょっと土にそろそろ植えてもいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょうどたまたまねその教えてくださったヘルパーさんが最近来られなくて、3人くらいで交代で来られてるのでね、これちょっともう土に植えていいんじゃないかな。あと私最近ねリスナーさんがねいろいろアドバイスをしてくださって、それもとっても嬉しいです。ありがとうございます。だからね、もし分かる方いたら教えてください。もうこれ土に植えていいんじゃないかな、土に植えようと思います。はい、で、2つしたんですけど、1個はねそのまま何も変化なくこんな感じでそのままなってます。だから 100% ではないみたいなんですけど、何個かするといいみたいですね。でちょっとね、そういうわけで今回改めてちょっと調べたところ、葉差しの方法ですね、なんかこう私はなんかこれ水耕栽培っていうのかな、水につけてこう育ててたんですけど、なんか切って上下間違えないようにしてしっかり乾燥させて 2,3 日乾燥させて、いきなり土にこう植えるのでもねいいらしいですね。そして根っこが出てきたらお水をあげる、っていう感じでもいいらしいです。そして、なんだっけこのね、でも葉差しをすると、この斑が消えることがある、100% この斑がこの通りに出ないということらしいです。はい、はい、では最後にサンスベリアのまとめとして、育て方は春から秋は成長期で、レースのカーテン越しとか弱い光が好きですね。直射日光に当てるとなんか葉焼けするみたいですね。でもう本当にちょっと、結構暗いところでも日が入らないところでも育ってくれる。でお水は、乾燥気味に育てる。で寒さに弱いので冬は、室内、
私は一年中室内で育ってるんですけど、室内のあんまり温度が低くならないようにして育てる、うん、ということかなと思います。はい、で葉出しがちょっとねやってみたら成功しました。来年はね春が適期らしいので、来年はもうちょっと何個かして増やして、そんないろいろねマイナスイオンを出してくれたり、ホルムアルデヒドを除去してくれたり、いろいろいいことがあるらしいので、もうちょっと来年はね増やそうかなと思っています。はい、と最後にですね、これでちょっとね成功したので、最近コチョウランの花が終わったので花茎を切ったんですけど、花茎をねなんかちょっとね最近ねコチョウランの YouTube のお友達の間でこの花茎チャレンジっていうのがね流行ってて、この花茎から新しい、小株が出るっていうのをねやってるんですよ。でそれはなんかねちょっと私やり方がねちょっとよくわからなくて、テラリウムみたいな感じで、テラリウムもよくわからないんですけど、多分なんかこう湿度を保つために密閉して育てる、例えばこのペットボトルとかだったらちゃんと蓋をしたりラップをしたりするらしいんですけど、私はねダメ元でいろいろとねめんどくさいことはできないので、このサンスベリアみたいな感じでもうできるんじゃないかと思って、ペットボトルに水をちょっと入れて、ペットボトルにただ挿してるだけ、でもね捨てようと思ってたので、捨てるよりはもうダメで、もともとちょっとねこんな感じ、これだったら私もちょっとねやってみようかなと思ってやってます。あら落ちてないね。で今こんな感じ、1週間ぐらい前に水につけたかな、1週間ぐらい前に切って、で昨日1週間そのままにしてて、昨日ちょっと水を入れました。でだからね出るかどうかわかんないんですけど、なんか雑に扱う、だからねこんな感じで、うちのコチョウランの家系はこんな雑な扱い方をされてます。はい、出るかな、出なくてもともとで、捨てるのももったいないのでやってる感じです。はい、では今日の動画は以上になります。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。